はい、今日はマキタの、ね、充電式のね草刈り機を買いました。これね、充電してる時ちょっとね音うるさいですね。だいたい20分くらいなんですけど、最初はね、赤いランプが点灯してて、でだんだん緑と赤で、最後はね緑になるんで、そうすれば充電完了ですね。これ充電してるときね、結構音うるさいです。だいたい20分ぐらいですね。で、これはめるときは、ここにカチッとね、黄色と黄色を合わせて、カチッという音がするまで押し込みます。で、これね、外すときも、この白いボッチ、後ろのボッチを押して、それから引き抜きます。最初ちょっとわかんなくて、全然抜けなくて、ここ押してないから抜けないんだなっていうのがね、途中で気がつきました。充電してる時の音は結構ねうるさいです。こんなこのくらいの音ですね。はい、で充電し終わったら実際本体にねはめるんですけど、はめる時も白いぼっちをこうやっぱり押してね、はめる、押して抜くっていう感じですね。電源をこう入れて、入れたら、両方？あ、両方だね。ここ両方、こっちとこっち両方あるから、これを一緒に押すんだね。押すとこもあるんだね。うん。こことここをこう両方握る感じだね。はい。じゃあ草刈り機ね、今日買ったんで早速やってみたいと思います。これ今ね、すごい音してますけど、もうエンジン式の草刈り機に比べたらもう全然静かですね。はい。これね、店の前の畑なんですけど、もう充電、一つでね、もう十分、全部枯れましたね。はい、だからこれ、すごい静かなので、で、ね、オイルもね、買ってこなくていいし、20分ぐらい充電すると使えるので、これほんと買って正解でしたね。この住宅地とかね、三重という家がね、近いところ、お隣に住む家があるところとかね、そういうところに便利ですね。はい、気も使わなくていいし、すごく音が静かで気に入りました。まあ、新しいですよね。もうパワーがちょっと足りないかなって思ったんですけど、全然そんなことありません。はい、買って正解です。値段はね3万9000円くらいですね。まあ、普通の草刈り機よりは少し高いけど、でも全然こっちの方がねおすすめですね。